多分、あなたはいくつか気づいているはずよ。普通の人間には聞こえない音域まで、あなたは聞き取ることができる。体の成長が止まったのではなくて、限りなく緩やかになっただけなんだって。私は、そんなにたくさんのことを望んでいるわけじゃないの。<laughs> 普通の人間の中に混じって ささやかで幸せな時間を過ごせればそれでいいのでも邪魔する人がいるのお願い私に力を貸してあなたの血を分け与えてやめてよ 僕は薄れていく意識の中で自分の運命を呪った。僕はこのまま死んでしまうのかそれとも東子さん、あなたのように僕もまた誰かの血を求めて街を彷徨うことになるのだろうかまるで伝説の吸血鬼のように。